パース級駆逐艦は、オーストラリア海軍のミサイル駆逐艦の艦級。アメリカ海軍のチャールズ・ F ・アダムズ級、ミサイル駆逐艦の巡動計艦にあたる。ネームシップの合計コストは5000万豪ドル。1960年、オーストラリア海軍は、ミサイル駆逐艦の取得に向けて動き始めた。当時、同海軍では、イギリス海軍のデアリング級駆逐艦の同計艦3隻を、 取得したばかりだったことから、まずこれに艦隊空ミサイルを搭載することが検討されたものの、適切なシステムが存在せず断念された。次に、やはりイギリス海軍のカウンティ級駆逐艦をもとにした派生型が候補となり、3月には手記を蒸気タービンのみとするとともに、航空運用能力の強化などを図った試案が作成された。その後、オーストラリア当局は、 カウンティ級のシースラグよりも、むしろ、アメリカ合衆国のターターを採択することとした。6月以降、イギリス国防省幹線総局と共同で、デアリング級やカウンティ級を元にした案や、完全新規設計案など、様々なターター搭載艦の試案が作成された。しかし結局、オーストラリア当局は、単にターターシステムを導入するだけでなく、その搭載艦も、 アメリカ海軍のチャールズ・ウェフ・アダムズ級、ミサイル駆逐艦を反とすることにした。アダムズ級は、航空運用能力のようなオーストラリア当局が、重視していた要素のいくつかには欠けていたものの、はるかに小さな艦型で、ターターの運用能力を獲得できることが重視された、ものであった。これによって建造されたのが本級であり、まず1962年1月6日、2隻の、 建造契約が締結された。また1963年1月22日には3番艦の建造も発表された。上記の経緯より基本設計はアダムズ級と同様であり、強い視野を持つ平ら関半船形も踏襲された。ただし対戦ミサイルがアスロックから自国産のアエカラに変更されたことに伴い、その玉子を収容するため煙突の間に、 幅広の艦板室が設けられており、その両面に単装発射機が配された。ただし、相からの運用停止に伴い、本級でも1990年までに運用を終了した。ターターシステムはアダムズ急行機型に準じた構成となった。ミサイル発射機は単装のマーク 13GMLS で後部01艦板に設置された。艦隊空ミサイルとしては、 当初はターターが採用されていたが、1974年から1979年にかけての改修で、SM-1MR に更新された。またミサイル射撃式装置としては、マーク7 4 m o ド8 g m f c s が搭載され、その案、SPG-51 イルミネーターは、第二煙突後部に2機が搭載された。 また1974年から1979年にかけての回収の際にアダムズ級の一部が後日装備した JPTDS に準じた戦術情報処理装置が搭載された。艦砲は54口径 127mm 単装速射砲放射撃式装置はマーク68といずれもアダムズ級と同構成である。 1974年から1979年にかけての改修で、漢方はもっと重視用にアップデートされた。またその後、3番艦では GFCS を完全デジタル式の新型機であるマーク86に更新する計画もあったが、こちらは実現しなかった。また1993年には部品取り用としてゴールズボローが購入された。 本級は、オーストラリア海軍の主力として長く運用されたものの、老朽化、陳腐化に伴って2000年までに運用を終了した。オーストラリア海軍には、パース級以外の艦隊防空ミサイル搭載艦として、アメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲートを、ライセンス生産したアデレード級フリゲートがあったものの、同級は3次元レーダーを備えていなかったことから、 本級の退役により、同海軍の艦隊防空能力に深刻な問題が生じることになった。後継艦の計画そのものは1990年代より開始されていったものの、財政、政治的な問題から遅れを生じ、2010年代のホバート級駆逐艦まで待つことになる。ありがとうございます。